消費期限について喋ろうと思って、いやもう3分ぐらい喋るやつをね 1日1回やるって言った割にはできてなかったんで、まあそれを取り返したわけでもないんですけど、あのまあちょっとねやろうかなと思って、何回何件か喋ろうかなと思ってまして、で食べ物には賞味期限と消費期限があってね、賞味期限っていうのはその美味しく食べられる期限で、消費期限っていうのはもう食べ これまでに食べないと体に害を及ぼすみたいな、そんな期限らしいですね。でそうですね、例えばまあ、ね、結論から言うと僕はその消費期限を3日ぐらい超えたお肉を食べて、まあ変な味するなと思うのを食べて、結構まあお腹を壊したんですけど、壊したこともあったんですけど、そういうことはしてはいけないなと思いましたね。賞味期限だったら、ね、3日過ぎてもいいんですけど、消費期限はやっぱり危ないっていうのがありまして、でよく言うのがその消費期限が、まあ、例えばそんな3日って書いてあったとしても4日まではいけるよと。なんでかっていうと、やっぱり余裕を持たせてると、ね、3日、4日が期限のに、あ、3日が期限のに3日って書いちゃうと、まあ、いろんなこう品質の変化とかもあってね、2日でダメになっちゃうこともあるし、そう考えたら余裕を持たせて4日が本当の期限なんだけど3日って書いたりするというのもあったり、あと消化する時間がありますからね、口に入れてもお腹で消化するまでの時間を考えると、コンビニなんかの午後何時みたいなね、午後12時までみたいな書いてるものに関してはやっぱり余裕を持たせていると、っていうのがあったりするらしいんですけども、1日ぐらい過ぎてもいいかなって僕は思ってたんですけどね、ダメみたいですね、1日でもね、ダメっていうか、まあ保存状況によるんですけど、ね、っていうのがありましたね。大事にしなきゃね、消費期限ね、せっかく書いてくださってんだからね、で、まあ、僕もそういうのって、まあ、結構敏感な方なんで、ね、美味しく食べたいし体壊したくないなって思ってる方なんでってあったりするんですけど、例えばですけどね、でもそれならばそれなりに知識を持たないといけないなっていうのがあって、例えば僕とかだとそうだな、この間も話しましたけど、あれアニサキスとかさ、あるじゃないですか、魚につくね、で鶏肉とかにもそういうのがあるらしくて、洗えばいいんじゃねって思って僕洗ってたんですよ、水洗いバーって、よくないらしいんですよね。でなんでかっていうと、水洗いをすると菌が飛び散るんですって、水で跳ね返って、だから余計なんか変な菌とか拡散されちゃうよっていうのがあるらしくて、やっちゃいけないらしいですっていうのをね、今頃知りました。多分こんな感じでいろいろ勘違いしてるんで、またどっかで腹壊すと思うな。